レトロクソゲー。調査たーい。祝100回。思えば遠くへ来たもんだ。適当な思いつきから始まったこのシリーズ。気づけばドマイナーなゲーム機に手を出し、クソゲーのために聖地巡礼をし、多くのお金と時間をドブに捨ててきた。今回はそんな集大成として、特別なゲームを遊んでいこう。今回ご紹介するのはこちら。シグマ商事製作の、マカマカ。こちらはスーファミの中で最も有名と言っても過言ではない。まあもちろん悪評の方なんだが、伝説のクソゲーとして名高い作品だぜ。パッケージからすでにバカゲーの香りがしているけれど、キャラデザインは漫画家の相原浩二先生。あくまでキャラデザであって、シナリオには関わっていないそうなんだが、いくつかアイディアを出したそうだ。この経験が後のイデアの日に繋がっていくわけなんだけど、どうしてこのゲームが伝説となってしまったのか、じっくり見ていくことにしよう。世界征服を企む謎の軍団、マカマカ団。リーダーであるマカマカ総統は、色物としか思えない配下を操り、世界征服を企んでいた。そんなことはつゆ知らず、壁を貫通して入ってくる旧館長から、ガールフレンドのラブレターを受け取る主人公。全く内容のない手紙に喜んでいると、マカマカ総統の間の手が忍び寄る。空がいきなり曇り出したかと思ったら、雷鳴が轟き出す。そして開花から聞こえてくる両親の悲鳴。屋根を突き破った雷は、両親を直撃し、微塵声と変化させていたぜ。こうして主人公は両親を元の姿へ戻すべく、旅立つことになるのであった。そしてその道中を助けてくれるのが、個性豊かな仲間たち。彼らとは特に理由もなく出会い、特に理由もなく助けてくれる。みかんの段ボールを身にまとうジョニー。まさかこの伝説のコスプレは、ガンダムではなくマカマカのコスプレだった？火炎と回復を担当するヒロイン。特に特徴なし。世界一の板前を目指すマサ。物理アタッカーなんだけど、彼の包丁で作られた料理は食べたくないね。どこからどう見てもウルトラマンな、ウルールボーイ。この涙は訴訟に怯えている証でしょうね。元は男のスケバン、ミッチー。頑気まった顔で仲間を回復してくれるサポート役。島一番の美女紳士や。巧みな相撲技で戦うけれど、キャラ的には弱いし、絵面的にもきついので、できることならパーティーに入れたくないね。最後はマフィアのボスであるマイケル。最終盤に加入する雑魚戦のエキスパート。そんな主人公一行なんだが、彼らは全員前世の力を使用して戦うぜ。必殺技を使う時に出てくるキャラがそうなんだけど、この前世は物語に深く関わっているよ。まあその物語は恐ろしく浅く、天パなバカゲーとなっているんだけどな。ただバカゲーとしては、この浅さと超展開はプラス要素。すべてを紹介することはできないので、かいつまんで紹介するぜ。衣をつけてあげられてコロッケとなった主人公。マカマカ団の幹部に提供されて、美味しくいただかれてしまうぜ。その後体内のダンジョンを進んでいくんだけど、スケール感はどうなっているんですかね。似たような展開が黄昏のオードにもあったな。異常に手の大きい張り手ババア。
まかまか団としてこちらの行く手を阻んでくるんだが、いろんなところをたらい回しにされた後しばき倒すと。なんと船と合体しオールとして利用することになるぜ。主人公側もかなりの鬼畜ですね。浴びると女性になってしまう滝。その水を悪用されて女にされていた村人たち。ランマ2分の1かな？カップルが元の性別に戻ると、お互い男だったということが判明する。このようなイベントがひたすら続いていくんだが、登場する敵も馬鹿芸にふさわしいものになっている。雑魚という直球すぎる名前の敵。色違いも含めてこの世界のスライムだな。我々と違って可愛さのかけらもない生首。我々の爪の赤を煎じて飲ませたいな。まあ爪はないんだけどね。ピンクの文字であそこと書かれた、下ネタとしか思えない敵。この辺のセンスも含め、以前紹介したラブクエストと、同じ匂いがするんだけれど。悲しいかな。同じような問題も抱えているんだよね。それがゲームとしてのクオリティの低さだぜ。ゲーム開始直後からわかるんだけど、すべてのキャラの動きはカクカクで、とてもスーファミのゲームとは思えない。システムはオーソドックスなドラクエタイプなんだが、その完成度は天と地。文字送りの遅さや不便さが、買い物や装備変更のシーンまで悪影響を及ぼし、何をするにも煩わしくなっている。本来ならご褒美タイムである装備更新が、苦痛になってしまっているぜ。そして戦闘を終えるたび、街に出入りするたび、カセットなのに光ディスクのような、読み込み時間が入る。PS はもともとスーファミの CD-ROM システムとして開発されたが、まかまかはその試作ソフトだった可能性がある？この読み込みなんだけど、乗り物で移動している時にも発生する。ちょっとわかりにくいかもしれないが、一瞬操作が効かなくなるので、地味にストレスになるぜ。そして肝心の戦闘バランスも大味。ボスはこちらが体力フルに近い状態でも、一発で沈める効果力を有している。では雑魚敵はどうかというと、一見大したことがないように思えるんだけれど。通常の7倍の威力の攻撃を、突如として繰り出してくる。あまりに威力の偏りがひどいため、油断していなくてもすぐやられてしまう。一方で中盤から後半にかけると、ウルールボーイがバリアを習得するんだけど、最終技は属性攻撃に加え物理も完全防御という、ぶっ壊れ性能となっているんだよね。ラスボスですら主人公の髪の毛一本揺らすことができず、難易度の幅があまりにも大きいぜ。なかなかなバカゲー要素と大味なバランス調整。ここまでだったら改作で済んでいたんだけど、そうはとんやがおろさない。このゲームがスーファミ最悪のクソゲーと呼ばれるのは、テストプレイしたのかすら疑わしい、山盛りのバグにあるぜ。ここからは我々が遭遇したバグの一部を、列挙していこうと思うよ。まずは変身技変化バグ。フィールド上で変身技を使おうとすると、どのキャラも主人公の変身技に変化し、本来の自分の技が使えなくなるというもの。ウルールボーイに至ってはカーソルの位置までバグり、移動中に変身技を使うこと自体が不可能になっている。キャラの個性を潰す重大なバグだと思うんだけど、こんなにも簡単に見つかるのに、放置されているのか。他にも主人公自身の変身技がバグり、本人が使用できなくなるなどあるんだが、これでも程度としては軽い方なんだよな。お次はアイテム交換バグ。アイテムは各キャラ9種類、
各9個までしか所持できないんだが、その状態でアイテムを渡そうとすると、アイテムを交換するよう促される。この時交換したアイテムが、上限の9を超えてスタックされた場合、ご覧のようにフリーズするよ。こいつはなかなか凶悪なバグだな。お次は階段暗転バグ。主に階段を使用した時に起きるようなんだが、暗転したまま正常にマップ表示がされず、全く身動きができなくなってしまうぜ。どこでも起こりうるんだけど、リレミト系の脱出方法などがない場合は積んでしまう。またダンジョンなどでは最初からになるので、とても面倒くさいぜ。実はラジコンカーというアイテムを使用すると、ノーリスクで本来のマップへ戻ることができる。必ず1個は持っておきたいところだな。また進行不可能になるバグは他にもある。戦術した張り手ババアなんだが、倒した後にこの位置から話しかけると、主人公たちは自動で移動する。そしてその移動先は水上。当然身動きが取れなくなり、完全に積んでしまうぜ。また物語が進むと、主人公単身でボスに挑むことになるんだけど、城の入り口で味方と別れることになる。このフォーメーションを見ると、がっつり入り口がブロックされているのがわかるだろう。ボスに負けてしまうと、最後にセーブしたポイントまで飛ばされる。つまり再び城に入らないといけないわけなんだが、外を固めている仲間たちは、敵に負けた無能に対して極めて冷酷。こちらに視線を向けるものの、一切話してくれなくなって積んでしまうよ。他にも味方が敵に変わるバグはある。こちらの安藤というキャラ、相原浩二先生の漫画、浩二園の登場キャラクターだそうだけど、実はお助けキャラとなっている。こちらの HP を回復して走り去っていくんだが、HP が異常な数値になったのがわかるだろうか。これがどういうことかというと、回復量が多すぎてオーバーフローを起こしているんだよね。そのため体力がバグったキャラは、どんな攻撃でも一発アウトになっているぜ。無能な働き者ほど厄介なものはないね。他にも氷漬けにされた人が、いきなりおっさんに変化するグラフィックバグなど、枚挙にいとまがないんだが、最も問題だと思うのが守備力バグ。こちらはレベルアップした時に、装備を変更すると、守備力が0付近まで下がるか、255まで急上昇するというもの。守備力が128以上に達するレベルアップ時に、ランダムで発生するようなんだが、主人公やヒロインなどに起きる。もし霊になってしまったら、大幅な戦力ダウンになる。レベルを上げてキャラを強化するという、RPG の最も重要な要素を否定する、このゲーム最悪のバグだぜ。この呪いを回避するには、上昇するまでひたすらリセマラを繰り返す必要がある。128に到達する前のデータを用意し、レベルアップ後装備変更してみて、下がってしまったらリセット。何が悲しくてこんなゲームで厳選しないといけないのか。おまけにメニューがバグるので、街に戻ってからじゃないと、装備変更すらもできない。この作業を数時間続けたんだけど、結局この呪いを回避できなかったよ。そこでもう一つの回避方法。装備を一切変更しないという選択をしたぜ。しかしこれ以降装備強化できないのは心もとない。そのためバグを利用して、最強装備を用意することにしたぜ。そのバグがこちらのシャッフルバグ。回復薬などを使用し、対象を選択するとこまで進みキャンセル。これを繰り返していくと画面がバグるよ。
すると地形のあたり判定が変わるんだが、このバグの本質は他にある。このバグが発動した状態で、NPC に話しかけると、本来は武器屋ではないのに、様々なアイテムを販売するようになる。他にも宿屋だったり、全く関係ないセリフが返ってきたりもするんだが、これを利用するとイベントアイテムだったり、本来なら手に入らない没アイテムが手に入るぜ。最初の村から発動可能なぶっ壊れバグなんだけど、ただ狙ったアイテムを手に入れるのはかなり根気が必要なようだ。結局ここでも数時間粘ったが、目当てのアイテムは出てこず、装備更新は諦め、レベルを上げて物理で殴ることにしたぜ。ちなみに最強装備の没アイテムなんだけど、あなたの名前をこのように入力することで発動できる、デバッグモードで手に入れることができる。序盤の飛行機内の階段を調べると、グヌヤロジャンパが手に入る。こちらは最強の防御力を誇るだけでなく、アイテムとして使用すると、全体に800のダメージを与えられる。ロムのバージョンによってバグの挙動も異なるらしいんだが、攻略で使用したかったな。このようなバグに加え、あまりにも高すぎるエンカウント率、さらに遅すぎる移動スピードに読み込み、ゲームが進むにつれて、エンカウントを抑制する技を使用し、ひたすら先を急ぐようになる。このプレイヤーの飽きに呼応するように、後半になるとゲーム内容もどんどん手抜きになっていく。それまで挟まれていたダンジョンが省略され、お使いのたらい回しが加速していく。特に最終盤は前世に飛び、各キャラの前世と会話をし、パワーアップイベントをこなしていくことになるんだが、明らかに開発期間が足りなかったような、無理やり形にしたようなものばかりになっている。ここでは仲間の前世のキャラを助けるため、輸血を求められることになる。血液型が一致したのはミッチー。命が危険になるレベルで輸血を求められ、手術室まで連行される羽目になる。道中には応援してくれる看護婦さんが、二人配置されているのみ。そして手術室にたどり着くと、パワーアップイベントクリア。ノーカットでも3分かからずに終了するぜ。この前世イベントは全部こんな感じなんだよね。あからさまに開発時間が足りていないんだぜ。当時の開発者によると、ほとんどバグが取れるところまで来ていたけれど、納期の関係からバグ入りのマスターを提出するしかなかった。任天堂チェックで跳ねられると思っていたが、バグ入りのマスターがチェックを通過し、商品として世に出回ることになったそう。この事実を知ってしまうと、後半のイベントのあからさまな失速と、放置されている山盛りのバグにも納得がいくね。いや、納得はできないけどな。お使いの極地のようなイベントをこなし、固定敵が4体出てくるだけの、一本道のラストダンジョンを進むと、ラスボスのマカマカ総統が待ち構えている。もうすでにゲーム目的も忘れていたが、両親を元の姿へ戻すため、最後の戦いに挑むぜ。君なんかグラフィックが違わない？黒くて筋骨隆々なキャラグラだったはずが、赤ん坊のような姿に変換されてしまっているんだが、こう見えて HP3 万という、最強の敵になっている。そしてウルールボーイの、フィールドバリアを選択した時点で、ラスボス攻略は終了。バリアが切れないようにかけ直しつつ、ドーピングを決めて物理で殴っていくぜ。うまいことやると6000超えのダメージが出るので、緊迫感もあったもんじゃないね。しかし RPG のラスボスといったら、形態変化がお約束。まかまかの体力を削り切ると、第二形態へと進化するよ。
先ほどまでとは打って変わって、ラスボスにふさわしい強そうな姿。相当のセリフの通り、本当の戦いに身構えていたんだけど、その瞬間が訪れることはなかったよ。実はこの第二形態、体力が1しかないんだぜ。これは相原浩二先生のアイディアらしいんだけど、これにてゲームクリアとなるよ。ミジンコになってしまった両親は元に戻り、3組のカップルは合同結婚式を挙げることになった。いろんなところにゆっくりが映っているんですが、肝心のエンディングですらこのざま。生首が気になってただでさえ理解しがたいお話が、全く頭に入ってこねえ。最後の一番盛り上がるであろう部分も、右上のヒロインの生首が恐怖を誘う。しかしこのゲームが伝説なのは、最後のスタックリストですらバグって、まともに読めないという隙のなさのおかげ。むしろスタックが自分の名前を隠すために、わざとバグを放置したんじゃないかと疑ってしまうが、これを修正したバージョンも存在したようだ。まあ常人には読むことはできないので、総評に移るとしようか。それでは総評やっていくよ。このゲームを評するときに、しばしばバグさえなければという声を耳にする。ぶっ飛んだネタと世界観。バカゲーとしては申し分ないんだけど、やはり足を引っ張るのは UI などのシステム周り。それに雑なゲームバランスと後半の手抜き具合だな。ラブクエストのように、ちょろっと遊ぶのは良いんだけど、最後までクリアしようと思うと、真綿で首を絞められるように、ボディーブローのように、じわじわと効いてくるんだよね。まあ我々には足も首も腹もないんだけどな。結局のところこのゲームにあるヒカルト的な人気があるのは、そのひどすぎるバグのおかげだと思うんだよね。チートバグ動画を見ているかのように、想像もつかないような現象が次から次へと起こるため、飽きないんだよな。しかもチートバグ動画とは違い、特に何をするでもなしにバグるから、クソゲー初心者でも手を出しやすい。またそのバグは声だめのように奥が深く、玄人の人も引きずり込む沼のようにもなっている。良いゲームの条件のように、間口は広く奥は深くなっているんだよね。まあその間口ってのはケツの穴のことなんだが、その奥には確実に特大のクソの塊が待ち構えているので、安心して飛び込んでみてね。それでは今回はここまで。またね。